マーチ881は、マーチが1988年の F1、世界選手権用に開発されたフォーミュラワンカー。設計者は、エイドリアン・ニューウェイ。前年から、レイトンハウスとジョイントする形で、F1 に復帰したマーチの新型マシン。前年の871は F3000 ベースの暫定モデルだったが、881は、北米のカートシリーズで名を上げたデザイナー。 エイドリアン・ニューウェイが F1 で手掛けた諸女作であり、先行分野である空力へのこだわりが細部にまで込められた。ニューウェイは881で一つの発明を行った。フロントノーズの側面に左右のフロントウィングを取り付けるのではなく、持ち上げたノーズの下側に1枚板のフロントウィングを通すという方法がそれで、 フロントウィングの仮面をフロントディフューザーとして機能させることを考慮したものである。フロントウィングで地面効果を発生させるアイデアはロリーバーンがすでに言っていたが、ニューウェイはこれをさらに推し進め、フロントウィングの全幅で地面効果を発生させる方法を編み出した。このアイデアはその後のフォーミュラカーのフロントセクションのデザインに決定的な影響を与えた。 モノコックはドライバーを包み込むようにできる限りタイトに設計された。ペダルを踏むドライバーの両足はかかとの方が幅が狭くなるという理由からモノコック断面に下部が細くなる V 字型を導入した。また、ペダルの位置を持ち上げてモノコック全部からノーズ先端に向けて床下の隙間を作っている。他にコーナリング時の空力変化を考慮して立体成形した。 フロントウィングの翼端板も投入したが、これらも F1 回では初であった。コックピットは小柄なカペリの体に合わせて製作されたが、走行中に肘や膝をぶつけてあざができるほど狭かった。最初に完成したモノコックは、ニューウェイ曰く、うっかりミスで、コックピット内にシフトレバーを動かす空間すらないという狭さだった。 チームのメカニックらは仕方なくモノコック側面に穴を開けてシフトレバーを動かせる空間を確保することにし最終的にニューウェイが自らカーボンファイバー製のブリスターを加工してモノコックに取り付けたただそれでも実際にはシフトレバーの操作が窮屈だったためチームではシフトレバーの上部を逆 L 字型に加工してスペースを捻出した 他にも五角形のコックピット開口部、複雑な形状のエンジンカウル、アーチ型トンネルを持つ大型ディフューザーなど、各所にニューウェイ流のデザインが見られた。エンジンはこれまで搭載していた、フォード DFZ から、この年から参入した、ジャット製 V8 エンジンを搭載。ウィリアムズ FW12 など、他のユーザーと同様にオーバーヒートが問題となり、国所の開幕戦ブラジル GP では、 エンジンカウルを外して走行した。エンジン吸気用のエアインテークは縦長のタイプと T 字型のタイプが併用された。前年はカペリ1台のみの参戦だったが、1988年は2台体制でエントリー。ドライバーは前年に引き続きイバンカペリと、この年でデビューを果たしたマウリシオングージェルミンを起用した。881はベネトン B188 と共に、 非力な自然吸気エンジン車ながら優れたコーナリング性能を発揮してターボエンジン車に食い込む活躍を見せた。ホッケンハイムリンクで行われた第9戦ドイツグランプリでカペリは時速 312km を記録し第14戦ポルトガルグランプリでは二位表彰台を獲得している。カペリがドライブする881は第15戦日本グランプリで当時最強だった。 マクラーレンホンダのアランプロストをかわし、すぐに抜かれるもののな、ユーザーで唯一ラップリーダーを記録した。自然吸気者がターボ車を抑えてリードしたのは1983年以来のことであった。カペリは17ポイントを獲得し、ランキング7位、グージェルミンは5ポイントで13位となった。チームはコンストラクターズ6位となぜではベネトンに次空好成績を残した。 新型の CG891 は開幕には間に合わず、チームはブラジルとサンワリ割の881で戦わざるを得なかった。グー・ジェルミンは母国 GP で3位に入賞する。これは優勝したフェラーリのナイジェル・マンセルから9.3秒、2位のマクラーレンのアラン・プロストから1.5秒遅れであった。しかしながら、この時獲得した4ポイントが結局この年チームが 獲得した唯一のポイントであった。1989年の4ポイントはマーチ881による。ありがとうございます。